令和納豆の、宮下博忠を名乗る人物は、一体何がしたいのでしょうか。困惑、何があったのかは、私の過去動画を見ていただければわかります。宮下は現在、令和納豆に批判的な動画を投稿している、様々な投稿者に対して、マシンガン削除依頼を出しています。その申請内容があまりにもめちゃくちゃで、全然問題のない動画に対しても、わけのわからない言いがかりをつけて、削除申請をしていることから、よくネタにされています。宮下は一体、何が目的なのでしょうか、って、これ結構迷惑なんですよね。私も宮下から白紙のメールが届いて、何度かメールをやり取りしていました。まずそのメールを書く時間が、もったいないですよね。本来であれば使う必要のない時間だったわけですから、それだけではありません。運営への問い合わせや、いろいろ調べる時間なども考慮すると、地味に時間を割かれています。そこでふと思ったんですが、宮下はこれが狙いだったのかなぁ。と考えたりもします。ふざけんなよ宮下。動画を削除してもらえるかどうかは実はあまり重要ではなくて、そもそも自分に批判的な投稿者の業務妨害をするのが目的ではないかという説です。もしそうだとするならば、宮下の目論見はある程度成功しているのかもしれませんね。まあ違うと思うけど、実は少し気になる点がありまして、令和納豆の過去の情報を、ネット上でいろいろ調べているのですが、大手まとめブログ、八股折れ的ゲーム速報、陣の検索フォームで、令和納豆と検索しても、令和納豆関連の記事は、一つもありませんでした。あれ?と不思議に思ったんですよね。令和納豆は過去にいろいろやらかして、炎上しまくっていますから、八股や陣が真っ先に、取り上げていそうなはずです。なんで一件もないんでしょうかね。不思議ですね。最初から令和納豆については、取り上げていなかったか。あるいは宮下による白紙の削除依頼によって、屈してしまったのか、これに関しては、推測の域を出ない話ではありますけど、もしかしたら宮下は、まとめブログなどに対しても、マシンガン削除依頼をしている可能性があるかもしれません。でも八股に関しては、ゲートルーラーの池に対して、露骨な煽り記事を掲載したままなんですよね。八股が、宮下の脅しに屈するとは、考えにくいです。よくわかりませんね。で、次に考えたのは、宮下があえて炎上させて、話題作りをしているのではないか。とする説です。これはマシンガン削除依頼を再開した時点で結構言われてましたね。とにかく話題になって、何か新しいビジネスを同時に始めるのではないか、みたいな、よりにもよって、令和の時に、マシンガン削除申請が通ってしまう。という奇跡が起きてしまいましたが、その奇跡がもし、宮下があえて狙って起こしたものだとすれば、おいおい天才かよ、宮下、実は天才説。ありますねー。今令和納豆関連が若干熱いので、話題作りにはなってるかもしれませんね。まいったね。私は宮下の手のひらの上で泳がされていたわけです。まあでも宮下の場合は、意図的に炎上を起こして、状況をコントロールしているというよりは、世間の感覚とあまりにもずれすぎていて、的外れなことばっかりやって、それで結果的に炎上してしまう。という感じなので、その可能性は低いと思いますが、宮下は一体、何がしたいんでしょうね。ちょっとよくわからないですね。結構考えても、ほんと何がしたいのかわからないんですよ。理解不能です。もし令和納豆ガチ勢の視聴者兄貴がいたら、一体なぜ宮下が、こんなわけのわからないことを繰り返しているのか、その理由の予想を、ぜひコメント欄で聞かせてください。もちろんガチ勢ではない方からの意見もお待ちしています。宮下はなぜこんなことをしているのか、一緒に考えましょう狂気。最後までご視聴ありがとうございました。